1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。インコース詰まりました。バッターは2番に入っている坂本。須田、まずは先頭バッターを打ち取っています。バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは打ちました3番バッター丸。ツーアウトランナーありません。インサイド変化球決まっています。インサイド打ちました。さあこれからタイガースが守備につきます。大谷が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。アウトコースに送ってストライクです。打ちました。バッターは2番に入っている田口。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは有原、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーを、さあ初球は何か。初球5、いいボールが行きましたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。インハイ、際どいコース。インサイド打ちました。強い打球、ゴールになります。フルカウントです。インサイド打ちました。バッターボックスには4番ソト。ヒットでランナーを1塁に置いています。インコース詰まりました。2回になります。タイガースの攻撃。4番バッター柳田。バファローズ得点に動きはありません。0対0。インサイド打ちました。バッターボックスは5番落合。松井、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。打ちました。打席には6番バッタータジーニ。ツーアウトランナーありません。この回の松井4球でツーアウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。はい、そうですよね。打ちました、流します。2回の裏にありますバファローズの攻撃。バッターボックス山川。バファローズ得点に動きはありません。0対0で迎え、ふわふわっと上がった。打順は6番吉田。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。これも先打ち。バッターは7番に入っている中村。ヒットでランナーを1塁に置いています。高野も打っていった。バッターボックスには指名打者のウーマー。ツーアウトになっています。初球は何で来るか。インサイド打った。バッターは吉田。バファローズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。初球は打ち、そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ああ、いいボールですね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。それで追い込みました。ピッチャー有利のカウントですから、アウトローに外れていく変化球を投げたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。さあ仕留められるか。低めのボール打った。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを落とすタイミング。インサイド打った。さあそして打席には古田が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、ここまでしっかりゼロで抑えてきてますから、ここも大丈夫でしょう。なるほど、そうですね。もう一回インローに持ってきました。あ、そうですね、どんなバッターでも追い込まれるとスイングも多少なると変わってきますからね。さあ、ツーストライク、追い込みました。さあ、勝負してくるのか。このピンチ、見逃しの三振を奪いました。はい、まず変化球決まって、ワンストライク。打ちのボール打った。はい、初球打ち。オリックスバファローズ、最後の攻撃になります。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは木山。バファローズ1点ビハインドで迎える最終回です。バッターボックスには代打の柳田。決まった。さあそしてバッターボックスには大谷が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあ決めればさよならですからね。この流れで決めてほしいですね。なるほど、そうですね。チェンジアップには反応しません。ゴールです。勝負どころですよ。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続き満塁としています。まあ今度こそここで決めたいですね。なるほど、そうですね。ストレート打った。バファローズまず何を投げてくるか。ストレート打った。一塁アウト。これでスリーアウト。最後追いつきましたが、サヨナラはならず試合終了です。チームは引き分けながらも規定によりオリックスバファローズが勝利しました。